23番小柄でもパワフルな山本舞、28番期待のルーキー白曽花ファトージャ、33番昨日チームで最多得点のマウリ・ステファニーです。トヨタ自動車は28番の白曽花ファトージャ、そして2番のスロー成功確率、2本目は外れてトヨタ自動車ボール。素早い攻撃、山本スリーポイント決まりました。非常に箱から外へパスが出されました。スリーポイントは外れて三好のリバウンド、スリーポイント失礼、ツーポイント、スリーポイントでした。佐岡真帆子フェイダーウェイ、リバウンド宮下のリバウンドです。山本自分で持ってった、鋭いドライブ勝負にいった、リバウンドドハナ、山本からエブリン、これはバスケットカウントです。今日も力強いプレーを見せていますマウリ・エブリン。ここもゴール下で空いたがボールが手につかず、一旦外で山本のスリー、チームファウルは4つです。山本持ってった、これはスピードで決まりました、決まりました。山本ここは後ろから手を出した形になります。アランマーレ秋田のファールのフリースローからスタートします。2本とも沈めます。昨日もファールが挟んでいた2番の海洋選手です。山本のスリー、アランマーレ秋田対トヨタ自動車。